yesterday. There was sun and there was rain. Beauty in the mundane. どうもこんにちは、モノグラフの堀内です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。最近ね、イヤホンとか、音響機器のね話が多くなってきてるんですけど、今日もですねちょっとイヤホンの話したいと思います。というのも、ちょっとね、話題になっていて気になるアイテムがあったので試してみましたっていうね、お話なんですけども、こちらですね、ファーウェイの、フリーバッツ 4i っていうね、名前の完全ワイヤレスイヤホンがあります。こちらはですね、非常にコスパがいいと、いうことでね話題になっていて、結構ね、試してる YouTuber さんとかいるんですけども、僕もね完全ワイヤレスのイヤホン、たくさん試してるので、ちょっとね、今年の参考用にということでね、買ってこれをね試してみました。で結構ねコメント欄とかでも言われるんですよ、これ試してみてほしいですっていうね、こと言われることが多いので、今日はですねこれ実際に試してみて、僕がねどう感じたかっていうね、ところを話しさせていただこうと思います。結構ね、全部見てもらえば分かると思うんですけど、いいところ悪いところあるので、ぜひね迷ってる方は参考にしてみてください。はい、こちらが、早速ですねそのフリーバッツ 4i なんですけれども、これがね充電のケースになっております。こんな感じでちょっとね光沢感は強めのね、ケースになっています。で、思ったよりもねこう想像してたよりも、この筐体ちっちゃかったんですけど、ちょっとね単行前に並べてみると、AirPods Pro ですね、 AirPods Pro がこれぐらいの大きさで、あと JBL とかですね、 JBL の、クラブプロプラスとかと比べるとこれぐらいの大きさですね。ちょっと厚みは薄めで、そんなに大きくはないけどすごく小さくもないっていうね、普通ぐらいの大きさになっています。で、これねパカッと開けるとここに充電ランプが点灯して、残りのね電池の容量っていうのを教えてくれます。で、本体はですね、こういったタイプですね、スティック型というかちょっと縦に長い感じの、このイヤホンになっています。で、イヤホン自体はね種類としてはもうカナル型ですね、こういった密閉感の強いものになっています。装着してみると、こんな形になりますね。装着感はね、悪くなくって、結構この筐体自体もちっちゃいので、耳の中にねこうキュッと、すっぽり収まります。で、操作はこれタッチですね、タッチでこうトントンと2回、タップしてあげると、これでね曲の再生停止っていうところがね、操作できるようになってます。ただこのねちょっと操作のところはまた後でもねちょっと、詳しくお話しします。こちらの、ファーウェイのフリーバッツ 4i ですね、特徴としては何がね、人気というか言われてるかっていうところで言うと、値段が安いのに、ノイキャンがついていて、でその、ね、品質が高いっていうところにあります。はい、でこれ確かに、ノイズキャンセリングがついています。ノイズキャンセリングと外音取り込みがついていて、そのね効力はかなりすごいです。本当にノイズねかなり綺麗に取ってくれるのに、圧迫感が少ないんですよ。すごいでこう、普通にノイキャンって使うとこう耳が詰まってる感覚というか、ちょっとねノイキャン効いてるなっていうのがね分かったりするんですけども、これはね本当に耳につけると自然にですね周りの音を消してくれます。結構低音からね、中音の、そうですね、話し声とかさすがにね通ってきちゃうんですけど、それでもねかなりマイルドにねしてくれます。なのでこうノイズキャンセリングの性能を重視して、でかつ低価格のねものが欲しいっていう場合で言うと、これねすごくいいと思います。で外音取り込みですね、こうイヤホンつけたまま外の音をこう取り込むっていうモードもあるんですけども、それもね非常にクオリティ高いです。AirPods Pro とか非常にねそのあたりの性能高いんですけども、それに、ね、匹敵するぐらいの性能がねこの価格であるっていうのはねすごいなと思いました。本当にこう話し声とか全然普通に自然に聞こえますし、なんだろうな、本当にこう、つけてない時と変わらないような感覚でこれ使うことができるので、こうノイズキャンセリングと外音取り込みですね、この2つに関しては非常にコスパ高いと思います。他のね、イヤホンとかと比べても、もうちょっとね、こう値段が高い、2、3万するイヤホンと比べても、この機能だけで言うとかなり匹敵する、性能はあると思います。続いてもう一つのいいポイント、音質のところですね。これも、非常にですね、8000台のイヤホンにしてはこう悪くないというか、高音もすごく、まろやかというか、こう刺さらない感じで優しい感じでマイルドにこう届いてきたりとか、低音も非常にこう締まりがある、どちらかというとこう締まりがあって、ちゃんと塊でね圧があって届くような形で、結構ね聞きやすい、普通にこう音楽聴く分には、
ね聞きやすいイヤホンかなと思います。ただですね、もうちょっとこう上位の機種とかに比べるとどうなのかってお話をすると、ちょっとね音の広がりは少なめですね。音場というかちょっとこの空間作りみたいなところはちょっと弱いかなっていうのと、あとは中音の抜けですね、こうボーカルの声とか真ん中の音がですねちょっと生まれちゃうかな。こう低音とかね高音は結構ね周りから聞こえてくるんですけど、その奥にねちょっとこう中音域、ボーカルがね聞こえてくるような形で、もうちょっとですねこうイヤホンだとこうもうちょっとねボーカルが前に出てくる、ようなねものも多かったりするので、僕のまあ個人的な好みとしてはもうちょっとね中音域、張りがあると嬉しいなっていう形ですね。そしてこちらのイヤホンね、マイクの音質も比較的いい感じですね。ちょっとズームで話したところ、録音してあるので、ちょっとそちらの方ですね見てみてください。はい、ただいまこちらの、ファーウェイのですねフリーバッツ 4i、の方で、この接続をして音声を収録しております。ズームの画面で、収録をしております。どんな感じ聞こえておりますでしょうか。アーテストです、こんな形で、音声をね収録をしております。はい、比較的ね、クリアというか聞き取りやすい音質で、使いやすいイヤホンなんじゃないかと思いますね。ここまではこのね、ファーウェイのフリーバッツ 4i の、いいところをお話ししたんですけど、ちょっとね使っていて個人的に気になるなっていうポイントもねいくつかあったのでお話しさせていただくと、一つはですね、これ操作のところですね、これ操作先ほどダブルタップで、これね操作することができるって話をしたんですけれども、まずですねこれ反応する音がないんですよ。普通ねこういうタッチ式のものってこう押したらねポンポンってね音が鳴ったりするんですけど、それがないのでちょっとねこう操作が分かりづらいっていうところで、もう一つはこれね操作 あのバリエーションがね極端に少ないです。すごく少ないですね。これ操作の種類がダブルタップか、長押し、この2つしかないんですよ。でデフォルトだとダブルタップで再生停止で、長押しでこうノイズキャンセリングと外音取り込みの切り替えっていう形になってるんですけども、それしかないんですね。普通だったらこう曲送りとか音量の調整とかっていうものがね、こうシングルタップとかトリプルタップとか長押しのバリエーションでこうあったりするんですよ。なんですけどちょっとそれがなくて、で一応ねこれアプリでカスタマイズがちょっとだけできるんですけど、それでも選べるパターンはね3種類なんですよね。ダブルタップね左右と、長押しとっていう形で、3種類が限界になってしまう。そしてこうねアプリがね iPhone のアプリがね対応しないんですよ。まだね iPhone で使えないので、このカスタマイズも現状できないっていう状況なんですね。なので、iPhone の方が買っちゃうとこれも再生停止とノイズキャンセリングのオンオフしか、できないっていう形なんですね。この端末だけの状態だとね。なのでこうスマホを操作しなきゃいけなかったりとか、あとこうペアリングの切り替えですね。ペアリングの切り替えもこのねケースの中に入れて、でそこでこうねペアリングボタンを押してデバイスをね切り替えるっていう形になっちゃうので、ちょっとねそこの操作のところがだいぶ手間取るなっていうところで、ちょっとねそこはね気になるポイント。あともう一つはですね、これ防水の性能がないっていうところですね。だいたいこういう完全ワイヤレスのイヤホンって安いものでも IPX の4とかね対応しているものが多いんですけど、これはね防水防塵的なねものがないんですね。なのでなんだろうな、そのちょっとねジムでこれ使うとかシャワー浴びながら音楽聴くみたいなところにはこう適してないんですね。なのでちょっとねそこの2点、操作がしづらい、防水性能がないっていうのはちょっとね、残念なところかなと思いました。ここまでお話をして、じゃあ実際これってコスパ的にどうなのとかおすすめできるのかって話になるんですけど、率直な感想を言うと、僕だったら他にちょっとおすすめしたいイヤホンはあるかなと思いました。というのもこれね8800円とか、それぐらいなんですけど、今はですね本当にこう完全ワイヤレスイヤホンがすごいね状況になってまして、これよりもっと、価格が安くて性能もいいなって感じるイヤホンがあるんですね。一つは以前僕も動画でご紹介をしたイヤーファンのですねフリープロですねっていうモデルがあります。こちらがねコスパっていう意味ではね抜群に優れてるんですよね。まず価格が安いです。だいたい6000円ぐらい、5000円から6000円ぐらいの間で、これよりも2000円安いんですけど、まずねこう筐体も小さいです。これより一回り小さいし、電池持ちもですね、長いです。こっちがね22時間、本体と合わせて、ケースと合わせてね
これ22時間ファーウェイの方はね持つんですけど、イヤーファンの方はですね32時間合計で持ちます。で、これねあのノイズキャンセリングとかもちゃんとついてるんですよ。ノイズキャンセリング外音トリックもついていて、でノイズキャンセリング結構強いです。まあ、このね、ファーウェイのノイズキャンセリングほど自然ではないんですけど、こう強さで言うと結構強いんですよ。でそして IPX5 のですね結構強めの防水性能を持ってるし、タップの、ね、操作なんですけれども、それもね非常に快適に、こう曲送りとかいろんなね機能をこのタップで使うことができますっていうものなんですね。まあ、これがあるのでちょっとねコスパっていう面だけで言うと、まあちょっとねこっちのイヤーファンのねフリープロの方に分配が上がっちゃうなというのは個人的な感想ではあるんですよ。あと他に候補を挙げるとしたら、アンカーから出ているライフ A2 っていうですねモデル、こちらもあるんですね。これもだいたい8000円から9000円ぐらいの同じ価格帯なんですけれども、ノイズキャンセリングがついていて、しかもそれがね結構ちゃんと強力です。でかつアプリが非常によくできていて、イコライザーの調整とかがですね、すごくスムーズにできるんですね。まあ、なのでこういったこうコスパっていうところで見てももうちょっとねいいなって思うイヤホンがいくつか存在しているので、まあ、ちょっとね僕がまあ試してみた感想としてはですね、まあこれをまあ選ぶ理由はまあもちろんまあ音がねクリアだったりとか、まあ、ノイキャンが自然っていうのはあるんですけども、まあ、そこをね重視される方以外は、まあ、他のねさっき言った2つのイヤホンとかが1万円以下の価格帯だと僕はねおすすめできるかなと正直思ってしまいましたっていうところですね。まあ、なので今回はね、まあ、簡単だったんですけど、こちらはねファーウェイさんのフリーバッツ 4i ですねについてお話をさせていただきました。まあ、ちょっとね、まあ、いろんなイヤホン試すと、まあ、他にも選択肢あるかなっていう結論ではあったんですけれども、まあ、もしねこれ、まあ、買うかどうか悩んでる方、まあ、もしねレビュー待ってましたっていう方はですね、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい。まあ、こんな感じでね、まあ、皆さんからこう柔軟に、まあ、これもまあ試してほしいとか、これ気になりますっていうのがあれば試していこうかなと思ってますので、まあ、ぜひですねこれも気になるとか、これ試してほしいというのがあれば、まあ、イヤホンでもいいしイヤホン以外の、ね、ガジェット、でもいいので、まあ、ぜひ、ね、コメント欄の方で教えていただけると、まあ、僕がねもしかしたら買って試すかもしれないですっていうね形です。はい。まあ、こんな感じでねこのチャンネルモノグラフではこういったねガジェットの情報だったりとか、インテリアの話よくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたらぜひいいねもしくはチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの冬地でした。バイバーイ。